今回はヒルソーをご紹介します。ノコバを取り付けると鉄板、木工製品、樹脂製品の切断作業ができます。特に自動車パネル、ウレタンバンパー、マフラーなどの切断に最適です。ヤスリを取り付けると金型研磨の仕上げ加工、材料の面取り加工、ダイカストのバリ取り加工、木工製品や樹脂製品の仕上げ加工ができます。標準付属品はノコバ AF1032 が2枚、 R1032 が1枚、丸ヤスリ、平ヤスリ、三角ヤスリが各1本、六角レンチ3ミリと4ミリが各1本です。その他ノコバのオプション品はご覧の通りです。ウレタンバンパーを切断する場合は R1010、 木工アルミ板を切断する場合は W1014、 小さい円を切断する場合は SR1036 をご使用ください。バイメタルタイプのハンドソーを取り付けて使用することもできます。ストロークは10ミリ、7ミリ、5ミリの3タイプがあります。1分間の切断速度は AF10S タイプで、1ミリ厚の鉄板が約10センチ、3ミリ厚の鉄板が約 1.8 センチです。詳しくはホームページをご覧ください。